うるせえやつら、アニメ始まりましたね。このアニメは昔に流行って、特に映画版のビューティフルドリーマーはかなりすごい出来でした。毎年映画版が作られ、今のコナンみたいな、いやそれ以上だった。とにかくラブコメの傑作であり、ギャグものとしてもピカイチでしたね。そんなうるせえですので、今アニメにするというのは時代遅れだと感じてたりする人も多いと思うけど、ですが知らない世代も多くなってきてるので、その凄さ見てやってほしいですね。アニメを象徴する言葉、うるせえワールド、これを感じてほしいなと、オープニングからぶっ飛ばしてますね。うるせえやつらは漫画原作、アニメ、ゲーム、音楽、それぞれ独自の世界があって、それら全体の世界をも含めて世界が展開していたわけで、ドキテラムが可愛いとか、作画も作品ごと違ったラムちゃんがいたり、そんな世界に入っていけるのか今回のアニメか、ただノスタルジーに浸っただけのアニメなんじゃないだろうか、不安だったけど、すごすぎ。音楽にしても前作はシンセサイザーを中心としたテクノっぽい感じの効果音がすごかったけど、今回声優さんの効果音にはぶったまげたね。やはりうるせえワールドは健在でしたよ。これからいろいろ比べられることも多いと思うけど、声優も昔のアニメのリスペクトをしっかりしつつ、核となる場面では新生うるせえで演じている。人気の高かったエピソードだけでなく、アニメ化されてないエピソードやオリジナルもやってほしいですね。そうでなきゃうるせえではないと思うよ。エンディングはオープニングと違ってオリジナリティ出してきましたね。もっともっとうるせえワールドが広がっていくことを楽しみにしてます。全国展開のイベントも開催してほしいけど、このご時世無理かな。じゃあまたね。